スタート。アシニハリキューマッサージ安心堂の開封チャンネル。アロハ。またおっさんです。今日ただ箱から出すだけなんですけど。ちょっとこっち見てください。今日は時計です。あら。だいぶ目が悪くなったんで。今までの時計はこんなんなのに何個分やねんって話。あら、ちょっと待って動かさないで。3個分ぐらいあるね。うん。でかいね相当。でも値段も安かったです。あら。なんか250円のクーポン券がついてて。そうなの。先ほど開けるのが大変でしたビニールの透明なやつだった。さっき。あっちですねこれ。商品名は言わなくていいのか？商品名は多分鈴木さんに題名出てるだろう、ね。あ、そうなの。あれ？頭が光ってますね。何？センチメートルでしょ。知らないよ。定規。わかりません。あ、うわ。これもう電池入ってる。入ってない。結構チャッチーね。いや、おっさんが買ったんでしょ、お宅が安いってこれなんか後ろにスヌーズ、タイマー、うん、タイマー、自由てめえだけ見てもどうも並んだ設定どうも並んだ12時間制、24時間制どうも並んだベルマスセットはそんなんで出てみたけどさ、うん、まあ、画面は後でまたこれ黒枠の方です。黒枠の方が安かったです。これ白枠もあったんだけど、うん、100円安かったです。4775円。もう電池入ってるってことだ。これ1、2、3、そこをスッと抜くやつあるんじゃないの。あったこにあった、うん、これさ、うん、炭酸電池がなんと4本と単4電池2本、結構多いです。そんなに電池使うの。電源でもさ、なんか動くような話もあったんだけど、電源の線はありません。さすが安物だからね。これないかな。ないです。あ、これどこのメーカーなのかよくわかんないけど、カウントアップ&ダウンタイマーなのちゃう。でこのピーって取ると、お、なんか出たよ。うん、でなんか聞いてたね。同じかいです。じゃあ3時40分41分、うん、合ってる。もしかして、うん、わしなんけど見てみそう。今42分だよ。うん、ずれてるじゃないかよ。あれ消えちゃったよ。どこ触ったんじゃないですか。電波時計ではありません。電波時計じゃないのかよ。ずれてくじゃねえかよ。もうちょっとちゃんとしたかったら。いやここまでは材質まではわからない。ちゃんと調べてください、ね、ここに一応穴が2つあるんで、株だけができます。うん、重さ1キロって書いてある。まあ、電池がほとんど。結構重たいね、うん、電池そんな使うの。電池大変になる。これ立てればここに足もある、うん、どこに置くんだ。そんなでかいもの買ったけど分かりません。ちゃんと寸法を測ってから買ってください。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。安心堂の方は毎週水曜日木曜日定休です。土日祝日やってます。LINE でも予約できます。カット。